はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は FA 選手の保証について話していきたいなと思っております。以前ですね、ドラフトのルールを説明した動画の中で、選手が FA で退団した場合、もともと所属していた球団は翌年のドラフト指名権を得るケースがあると説明したと思うんですけれども、ただそうは言ってもドラフト指名権を保証してもらえるクラスの FA 選手の退団というのは一般的には主力選手となりますので、いくらドラフト指名権をもらえるからといってもやっぱりその選手の退団自体は痛いわけですよね。いわばチームにとってはピンチなわけなんですけれども、そんなピンチをですね、うまくチャンスに生かして保証で得たドラフト指名権を使って新しい主力選手を獲得できた例を今回ご紹介していきたいと思っております。なお今回ご紹介する例は全て現役選手に限らせていただきます。ではまずは FA 選手の保証にまつわる制度に関して簡単に紹介していきたいと思っております。 FA 選手の退団に伴う指名権の保証は、2012年以降はクオリファイングオファーを拒否した選手が移籍した場合となっております。でどういった順位の指名権を得られるかは贅沢税の対象かなどで決まってきます。で2012年より前の年に関しては、 FA 選手がタイプ A、タイプ B、そしてタイプなしに分けられまして、このうちタイプ A またはタイプ B の選手が移籍した場合はドラフト指名権の保証を受けることができました。この制度を頭に入れていただいて、実際に次からですね、FA 選手の保証で得た指名権で主力選手を獲得した例を紹介していきたいなと思っております。はい、まずはアトランタブレイブスの例ですね。ブレイブスは2015年1巡目補完指名でマイク・ソロカを指名しているんですけれども、この指名というのはアービン・サンタナがミネソタツインズに移籍したことで保証として得た指名権なんですね。サンタナは2013年のオフにブレイブスと1年契約を結びまして、ブレイブスでは31先発で14勝、防御率も 3.95 と先発ローテーションを1年間支えまして、この年のオフにツインズと4年総額5400万ドルの大型契約を勝ち取りました。でブレイブスにとってもやはり先発ローテーションのピッチャーが1人抜けるというのは痛手だったと思うんですけれども、ただ保証で得た指名権でソロカを獲得して、結果的にソロカは昨年2019年13勝を挙げてオールスターにも選ばれましたし、1年間のサンタナで未来のエース格のピッチャーを獲得できたのであれば、ブレイブスにとってもそこまで悪くはなかったのかもしれませんね。続いてはセントルイスカージナルス。カージナルスは14年1巡目補完指名でジャック・フラハティを指名しているんですけれども、この指名権というのはカルロス・ベルトランがヤンキースへ移籍したことに伴うものなんですね。ベルトランはアストロズでのサイン盗みの一件でかなり最近評価を落としてしまいましたけれども、ただ野球選手として一流の成績を残したのは事実でして、で2012年13年の時点で35歳36歳と野球選手としてはかなりキャリアの晩年を迎えていたんですけれども、それでも2012年32ホーマー、2013年は24ホーマーで2年連続オールスターにも選ばれましたし、2013年のカージナルスのワールドシリーズ進出に大きく貢献した選手ですね。ただベルトランの年齢とカージナルスの若手の外野手が育っている現状を考えた時にベルトランを手放すという決断に至りまして、結果的にこれはチームとしても大正解の決断となりました。フラハティは18年に先発ローテーションに定着しまして、で昨年は11勝防御率も 2.75 と、まあ、オールスターにこそ選ばれはしなかったんですけれども、サイヤング賞投票も4位に入りましたし、今後ですねメジャーを代表する右腕に成長していくんではないのかなというふうに私は思っています。先ほどのブレイブスのソロカの例のように、ベルトランというベテラン選手で未来のエースを獲得できたという点でもカージナルスにとっても非常に良い決断となりました。はい、続いてはニューヨークヤンキースの例ですね。ヤンキースは13年1巡目補完指名でアーロン・ジャッジを指名しているんですけれども、こちらはですねニック・スイッシャーがインディアンスに移籍したことによって得た指名権なんですね。ジャッジといえば2017年に当時の新人記録となる52ホーマーを放って、で最近はちょっと怪我が多かったりはするんですけれども、ヤンキースそして MLB を代表するスター選手に成長しつつありますよね。そんなジャッジをニューヨークにもたらしたスイッシャーというのも、またヤンキースのライトのレギュラーとして2009年から2012年までの4年間活躍した選手ですし、でヤンキースに来る直前の2008年のホワイトソックス時代はスイッシャーかなり苦しんでいましたので、そんなスイッシャーをトレードで安く獲得して、で4年間きっちり活躍させて、で最後にはジャッジの指名権までもたらすという点でも非常にですねスイッシャーはニューヨークに大きく貢献した選手でもあると言えると思います。でヤンキースとしてもスイッシャーを残留させるかちょっと迷ったと思うんですけれども、ただインディアンスに移籍してからスイッシャーの成績がガタ落ちしましたので、放出するタイミングとしても完璧でしたし、結果的にジャッジという新しいフランチャイズのスター選手も獲得できたという点でもヤンキースはスイッシャー流出というピンチをかなりうまくチャンスに生かしましたね。続いてはミネソタツインズの例ですけれども、こちらはですね12年の1巡目補完指名でホセベリオスを指名していまして、この指名権はマイケル・カダイヤーのロッキーズ移籍に伴うものなんですね。
カダイヤはツインズ一筋11年間で141ホーマーを放った選手でして、まあ長距離砲というよりかはどちらかというと中距離砲のイメージの方が強くてですね、まあ決して派手さはないんですけれども、毎年安定した成績を残して、まあツインズ打線を非常に支えていた印象のある選手ですけれども、まあそんなカダイヤが移籍してしまって、チームとしても新しい生え抜きのスター選手を探していたところ、まあこのベリオスを指名しまして、でベリオスが結果的に先発ローテーションの柱に成長しまして、2017年に14勝を挙げて頭角を現すと、2018年19年と、まあ、2年連続オールスターにも選ばれていますし、今やツインズのエース格といっても全くおかしくないピッチャーですね。ベリオスはかつては結構荒れ球のイメージもあったんですけれども、近年はストライクゾーンできっちり勝負できるようになってきましたし、昨年は初めて200イニングも超えましたので、投打の違いはあるものの、うまくですね、カダイヤーからベリオスへと生え抜きのスター選手の世代交代っていうのができたんじゃないのかなと思います。はい、ここからはタイプ A、タイプ B フリーエージェント時代の話になるんですけれども、まずはタンパベイレイズ2011年の1巡目補完指名全体50人指名でブレイクスネルを指名しているんですけれども、これはブラッドホープがパドレスへ移籍したことに伴う指名権なんですね。ホープはどちらかというとロッキーズで活躍した選手でして、2010年のシーズン中にレイズに加入したんですけれども、レイズでは15試合で打率1割7分9厘と全く活躍することはできなかったんですが、ただタイプ A タイプ B のフリーエージェントのランク分けは直近2年間の成績で決まりまして、この前の年2009年のホープはオールスターに選ばれる活躍でしたので、このおかげでタイプ B のフリーエージェントになることができたんですね。で、レイズは2010年にこういったタイプ B のフリーエージェントになる選手をかき集めまして、2011年ドラフトの1巡目指名で10個の指名権を得るというとんでもないことになったんですけれども、多くの選手は期待外れに終わった中、ただその10人の中で唯一大成したのがこのブレイクスネルなんですね。スネルは2017年から本格的に先発ローテーションに定着しまして、18年は21勝防御率 1.89 でサイヤング賞にも選ばれたことは皆さんよく覚えているかと思います。スネルは何かと自身の発言で世間を騒がせてしまうこともあるんですけれども、ただ実力は一流の左腕ですから、ブラッドホープのたった15試合のレイズ時代でこのスネルというエースピッチャーを獲得できたのは、やはりレイズ非常にうまく立ち回ったんじゃないのかなと思いますね。続いてはコロラドロッキーズなんですけれども、こちらも先ほどのレイズと同様、2011年の1巡目補完指名全体45位指名でトレバーストーリーを指名しているんですけれども、この指名権というのはオクタビオ・ドテルがトロントブルージェイズに移籍したことに伴うものなんですね。ドテルはメジャー通算15年間で13球団を渡り歩いた、いわゆるジャーニーマンという存在なんですけれども、2010年はパイレーツでスタートして、その後ドジャース、そしてロッキーズへと移籍して、で、ロッキーズでは8試合で防御率 5.06 と、全く振るわなかったんですけれども、こちらも直近2年間の成績で、タイプ B フリーエージェントとなることとなりました。そんなリリーフピッチャーで得た、いわば棚ぼた的な指名権なんですけれども、メジャーに昇格してからはリーグ屈指の強打のショートとして非常に活躍していまして、特にアレナドとの強力な三遊間は、ロッキーズの大きな強みになっていますよね。デビューしてからの2年間のストーリーは結構三振も多くてですね、まあ、ちょっと荒削りな印象も受けたんですけれども、最近は三振の数も減らしてきましたし、2年連続で35ホーマー以上達成していますので、なかなかショートを固定できずに苦しむ球団も多い中で、リリーフピッチャーの FA で得た指名権でこんなショートのスター選手を獲得できたロッキーズ、まさにお見事という感じですね。そして最後はエンゼルスの例なんですけれども、まあこれはやばいですね。2009年1巡目指名全体25位でマイク・トラウトを指名しているんですけれども、これはマーク・テシェイラのニャンキース移籍に伴う指名権だったんですね。エンジェルスは2008年のトレードデッドラインでブレイブスからテシェイラを獲得しまして、で、獲得したテシェイラは OPS 10割8分1厘と大活躍しまして、チームは100勝を挙げて地区優勝も果たしたんですけれども、ただ ALDS ではワイルドカードで上がってきたレッドソックスに敗退してしまったんですね。で、シーズンオフにテシェイラはタイプ A フリーエージェントとなりまして、で、エンジェルスもテシェイラを残留させようと、8年総額1億6000万ドルの契約をオファーしたみたいなんですけれども、ただヤンキースがその上を行く8年総額1億8000万ドルの契約をオファーして、結局テシェイラはヤンキースで移籍してしまったんですね。ただタイプ A フリーエージェントということもあって、ヤンキースが保有していた2009年1巡目全体25位の指名権がエンゼルスに移ったんですね。そしてその結果エンゼルスにトラウトが入ったと。で、トラウトの活躍に関してはもはや説明不要かとは思うんですけれども、2012年に新人王に選ばれると、ここまでオールスター通算8回選出、そして MVP 3回、などなどですね、もう本当にですね、球界の歴史に残るような大活躍を20代だけで見せていまして、まあトラウトが手に入るんだったら、テシェイラが出ていくぐらいはまあどうでもいいでしょうね。
トラウトはこのまま行くと MLB 史上最高の選手の一人になると思いますので、 FA 保証で獲得できる選手もまたトラウト以上の選手は出てこないんじゃないのかなと思いますね。野手が育ちにくいニュージャージー州でプレーしながらも、エンゼルスのスカウト陣がトラウトに注目したのが非常に功を奏しましたね。ということで、ここまで FA 選手の保証で新しい主力選手を獲得した例を見てきましたけれども、こうして見ると主力選手が抜けること自体は痛いんですけれども、このように新しい主力選手を獲得できるチャンスと捉えることができれば、 FA 選手の流出も悪いことばかりではないのかもしれませんね。もちろん今回は成功した例だけを取り上げましたので、これ以外にも失敗した例というのはたくさんあるんですけれども、ただ世代交代をうまくやる手段ではあるとは思いますので、 FA 選手の流出というピンチをうまくチャンスに変える球団が強い球団になれるのかもしれませんね。今後もですね、 FA 選手の保証で新しいスターが生まれることたくさんあると思いますので、ぜひですね、そういった選手の活躍にも注目して見ていきたいなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。